おっとり捜査は、小手川優による日本の漫画、週刊ヤングジャンプ、週刊ヤングジャンプ増刊、漫画は、週刊ヤングジャンプ増刊、別冊ヤングジャンプにおいて、1995年から2000年まで掲載された。単行本は、ヤングジャンプコミックスより、全10巻刊行。第190回月齢ヤングジャンプ新人賞にて、佳作を受賞した投稿作品が、 そのまま作者のデビュー連載となった。小手川優愛の少女作。漫画は1995年9、5号に掲載された新人賞加作受賞作をはじめとする読み切り。集中連載の後、週刊ヤングジャンプにおいて1996年33号から1997年30号まで、週刊連載。その後は、漫画は1997年9、 26号より、増刊不定期連載へ移行し、別冊ヤングジャンプ2000年8、15号にて完結した。単行本巻末には、竹田入りによるパロディ4コマ漫画が収録されている。人気美少女モデルが被害者の連続殺人事件が発生。そんな中、事件の捜査官である、秋葉達也のもとに、被害者のモデル仲間であった、久保瑞穂が訪ねてくる。 次に狙われる可能性の高い水穂の協力を得、おとり捜査が開始される。ありがとうございます。